議員の長友真嗣です。私の今年の漢字一文字はエンジンです。エンという言葉は皆さん聞くかもしれませんが、このエンジン、奇妙という言葉が私は好きなんですね。良い縁がさらに良い縁を訪ねて発展する様は誠に大なるものがある、大変素晴らしいという意味なんですけど、いい書物、いい機会、いい人、いい場所に恵まれることを人は考えなければならないという疫学者の安岡正弘先生の言葉になります。で、来年の4月統一地方選挙、私たち宮崎県連からは8人の新人候補者が挑戦します。その候補者一人一人との出会いもまさしくエンジン奇妙でした。その彼らを来年は必ず必勝に向けて、私もエンジン全開で、アクセル全開で頑張ってまいりますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。